バックいきます。はい、これ結構皆さん気になってる方多かったかなと思うんですけど、うん、はい、こちらがワンハンドルミニバッグです。品番が B-1460 です、はい、お色がまずぷくちゃんが持っているこちらがブラウン、ブラウン、はい、でこちらがグリーン、うん、でこちらブラック、はい、はい、のこちら3色展開になっております。はい、はい、ではお値段いきます。じゃじゃん、2380円。イエーイ。はい、でこちらはこちらもうか11月4日木曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格になります。はい、はい、じゃあ福ちゃんポイントお願いします。はい、はい、これはですね、本当にこの小さいサイズ感がめちゃくちゃ可愛い、うん、このまるっとしたフォルムがすごい可愛いバッグになってます。で今ねこのトレンドのワンハンドルのバッグになっていて、すごく持ちやすさもあります。で面白いのがこのねチャックが見えるかな、この上までね続いてるんですよ、うん、なのでこんな風に上の部分までこう開けれるので、割とこうチャックを開けた時にすごくあのガバッと開く感じも使いやすいかなと思います。確かにめっちゃ開く、ね、めっちゃ開きますよね。取り出しやすそう、ワンハンドルなんですけど、すごい取り出しやすさもあります。で、結構こう平面で見るとかなり小さめ、うん、ミニな感じはあるんですが、割とマチはあるので、はい、後でちょっと入れてはみますが、うん、はい、必需品、携帯とかキーケースとか、うん、折りたたみ財布もいけるかなぐらいの必需品は入るかなと思います、はい、で、このショルダーもついていますので、こんな風に斜め書きにしてもらっても可愛いですし、このショルダーは調節もできるようになってます。穴が 1,2,3,4,5 個ついてますので、こんな感じで調節も可能になっております。はい、で素材はフェイクレザーなので、すごく高見えしてくれますし、うん、緑とかもすごいコーデのアクセントになってくれて可愛いんじゃないかなと思います。はい、はい、なんか入れようかなと思いまして、でもハンカチ、ティッシュ、うん、携帯、はい、かな。携帯は私ね、かなりこの厚みがすごい、むしろケースがあれなんで、うん、ですけど入るし、ティッシュ、うん、これキーケース兼私財布みたいな感じなんです、うん、めっちゃ分厚いんですよ。これでしょ、意外と入ります、ね、意外と入る。リップ、あ、まだ余裕あるよ。で、うん、これが見えづらいな。今こんぐらいです。まだここ余裕あるので、うん、分厚いハンカチとかも入りそうだし、まあ、長財布とかはさすがに入らないんですけど、うん、2つ折り財布入ると思います、これ。全然。折りたたみ財布。折りたたみ財布とか三つ折り、二つ折りはいけそう。これは三つ折り。あ、三つ折りいけそう。なんかこれにプラスその三つ折り財布いけそう。いけます？いけそういけそう。あ、結構入る。入る入る。おお。ほら、見えますか？めっちゃね、マチが広いし、ここがしっかり硬いんですよ、うん。だからこの底がふにゃふにゃなったりしないタイプなので、うん、すごいいいと思います。すごい入るこれ。うん。うん。で締めてもらって、あ、でもこれが限界やな、ちょっとパツパツかも、うん、締めるとやっぱこう箱みたいになるので、なんか開けてだと入るけど、そうだね、うん、だからキーケース、さっきの抜いてカードとかキーが入ってると抜いてちょうどいいかもしれないです、うん、こんぐらいです。かわいいサイズ感、かわいい、ちょうどいいかも、うん、なんか荷物少ない方はちょうどいいし、はい、なんか多い、全然入らんわって方は、うん、必要最低限だけここに入れて、はい、それにプラスアルファあのね、あのエコバッグとか持っていただいてもいいかもしれない、うんうん、私よくちっちゃいカバンの時はそうするので、うんうんうん、確かにね、普通にコーデの一部としてなんかこう使えるバッグか、うんうんうん、はい、はい、ですね。出し入れしにくい、出し入れは、こう両方開けてだから、うん、私もしかしたらこれ開けっぱなしにするかもしれないもしかしたら自分が使うときはね、うん、でもね、ここからシュッとは出せると思います、うん、ふくちゃんのこのお財布ピッて出すこともできるし、うん、
着れることもできるし、そこまで幅が広いものでなければサッと出せるかな。そうだね、うん、はい、あと多分パンパンに入れると今度閉まらないので、うん、なんか閉まる程度の余裕やったらシャッて出せると思います。はい、まだ、うんうんうん、はい、そう、ね、ちょっとしたお出かけポケットはないです。あ、そうなんです、はい、中はないですね、うん、でもこれ斜め掛けできるのも可愛いからいいね。そうですね、うんうん、ペットボトルは入らなさそうですね。入らないですね、これは、うん、かなりミニバッグなので、うん、本当にちょっとしたお出かけとかに使っていただきます。はい、はい、うん、ね、あ、そうです、携帯ないなと思ったら入れたんやこんな感じ携帯あれどこ行ったんやろって今思った。メガネここかけてるみたいな。そう重たいものを入れたら形崩れますかっていただいてるんですけど、結構さっき入れたんですけど崩れてなかった理由は本当にここが硬いんですよ、ここはね、そこのマッチが硬いので全然大丈夫です。で、前のワンハンドルとの違いはありますかといただいてるんですけど、結構違うくて、前のワンハンドルの方が大きさは大きいんですけど、あれはそこがそんなに硬くないので、どっちかというと柔らかいふにゃっとした感じで、型崩れはどっちかというとこうぐじゃってなる感じです。これはもう形はこのままっていう風に持っていただけるかなと思います。はい、この間のはスクエアっぽい感じですね。そうだね、形もちょっと違う ね、ちょっとこれは丸っぽいフォルムになってます、うん、はい、はい、あ、小さめサイズ携帯ハンカチリップは入りますね。入ると思います、うん、入ります。2つ折りが入ってたので、はい、はい、ちょっと下行きますね、はい、チャック滑らかですか固めですかって。チャックは開けるときはちょっとここ持たないといけないかもしれない、うん、そうだね、こんな感じで、うんうん、でも閉めるときは滑らか、はい、はい、押し色は何ですか。難しいな、うんうん、差し色やったらグリーンですけど、ブラックも可愛い。私ブラウンが個人的です。そう、ほんとなんかブラウンにこのシルバーっていうのがあんまりないから。確かに、ブラウンってよくゴールドになるやん。うん、わかります。それが、これがめっちゃ、私はブラウンすごい好きなんですけど、私緑持ってないから緑欲しい。うん、持ってない人は緑断然おすすめです ね、すごい差し色になって可愛いから、はい、ブラウン可愛い欲しくなってきた欲しくなってきた。でも黒もね、使いやすいやろうなとは思うしな。めっちゃ迷います。なんか1個にちょっとどれかって言えなくて申し訳ないんですけど、なんかブラウン見れば見るほど可愛い。そう、可愛く思えてくるそうやねあ、お値段教えてください。お値段は2380円になります。はい、はい、あ、3色展開です、ティアさん。そうです、はい、うん、持ち手のチャックまで開けたらどんな感じですか。あ、上までってことですか。開けてみてどうなるの。これあ、一周つながってますね。すごいデザインやけどね、すごいね。でも止まるか、上で。でも止まるんだ。だってここで真ん中で塗ってあるから。あ、そうです、ね。止まるかな。この感じ。ガバッと開きます。うん。わ、すごい開く、うん。なんか違うカバンみたい。確かに。違うカバンみたいになった、うん。なので開けたまんまでもいい人は、うん、多分こうやって持ってたら、うん、中身取られないし。そんな落とすこともね、あんまないと思うんですよね、うんうん、そう、めっちゃ取り出しやすさがいいかなと、うん、はい、こんな感じです。うん、安いから2色買おうかな、いいと思います、うん、はい、これは気分によって変えれるからめっちゃいいと思う。ブラウンめっちゃ高見え、高見え、ね、でブラウン可愛くない、うん、可愛いですめっちゃ可愛いと思ってきた、うん、なんか欲しくなってきた。あ、ね、私のジャケットなんですけどね、これね K の954っていう品番なんですけど、ちょっと去年からあるやつなんで、もしかしたら今ないかもしれないです、はい、そう、めっちゃ安いですよね、うん、本当に2色買いもありです、ありですよ、はい、最低限は荷物入るので十分、うん、はい、うん、じゃあいけそうですか、質問、はい、まだ前回全然多分合わせて持ってるので言ってください。はい、はい、じゃあ次の、次ね、日曜日の新作を、うん、はい、1点だけ紹介しようと思うので、はい、福ちゃんじゃ着替えてきてください。はい、はい、ブラックもねシンプルで可愛いけど、もうグリーンも可愛いな、やっぱりね、色迷いますね。迷うね、このコーデとかにもすごい合うし可愛い。
二色がいいだわって人多いな。三色がいい、すごい。でもほんまにこれで、ね、どれもコーデにめちゃくちゃ合わせやすいので、うん、私めっちゃブラウン欲しくなってきた。なんか可愛い。なんか見とったらめっちゃ欲しくなる。わかりますな。見れば見るほど欲しくなる。ほんまに見れば見るほどこれ欲しくなる。この何このシルエットの可愛さっていうこのシルエット。みーちゃん、バッグを肩掛けとハンドでも持つのってどう使い分けてるの？コーデによって変えてますか？コーデによって変えてる時もあります。なんか今のこのコーデって別になんかメリハリとアイラインがしっかりあるのでスタイルアップして見えてると思うんですよ。まだねすっきり見えてるんですけど、例えば今日のだったらこれにしようかな。色味が例えばこれとこれでゆるゆるに来ましたっていう時にこういう場合は斜め掛けにしてカバンの位置をちょっと上げてあげた方がスタイルがアップして見えるので、そういう時にね斜め掛けすることあります。こういうのをちょっと位置がねウエスト位置ぐらいになるので、ああいうゆるっとゆるっとの時とか、あとはコートを羽織ってなんか切り替えとかウエストを絞らないズドンとしたコートの時とかあるじゃないですか。そういう時に私は斜め掛けバックしてウエスト位置を見せるじゃないけど上げるようにするっていうのをコーデの時は心がけているかなと思います。うん、だからなんかゆるゆるしてるな今日みたいな、なんか重心低いな今日みたいな時は斜め掛けするっていうのをよくします。うん、これもめっちゃ可愛い。それ可愛いよね、うん、日曜日なんですがめちゃくちゃ推し柄がめっちゃ可愛いですね。可愛い、シルエットも可愛いし、可愛いから似合う、めちゃ合う。あ、いーちゃんがブラウン買うなら後ろにしようかな。ブラウンね、可愛いですよね。なんか売り切れちゃったりしたら買えへんからな。買おう、買いたいなって。可愛いですよ。そうなんですよね。前に出たバッグの方が荷物は入るよね。うん、うん、サイズ感は前のスクエアの方が大きいかなと。はい、はい、ね、こっちの方がちょっとコンパクトです。うん、じゃあニットにカバン斜め掛けすると、うん、毛玉になる率高くてどうしても躊躇してしまう。うん、それはでも確かにそうですね。やっぱりね、手持ちしてもらった方がいいかな。そうだね。はい、どうしてもやっぱりなるんですよ。なっちゃうんですよ。そうですね。うん。あ、みーちゃんこれ可愛い。ありがとうございます。可愛いですよ。これね、シルエットがめっちゃ可愛いんです。めっちゃ似合ってる、ぼっちゃん。本当ですか？うん、かわいい。また欲しくなる。そう、これ柄めっちゃかわいいでしょ。めちゃくちゃ綺麗。着心地いいし、ね、そう。このトップス気になってました。よかったです。うん、これは日曜の新作なので、ぜひぜひ。あ、いーちゃんのジャケットはライトベージュのみ在庫三角です。他はあるのかな？よかったです。はい、あ、トップス気になってたやつだ、よかったです。ぜひぜひ、これは日曜の10時から発売なので、はい。パンツ以外下合うのありますか？これはね、割とフレアなシルエットなので結構パンツ合わせが私はおすすめなんですが、うん、それか、まあ、タイトなマーメイド、うん、こういうの、そうですね、ちょっとタイトめな方がおすすめですね。うん、後でマスカート合わせもちょっとしてみようと思います、うん、はい、はい、あ、最近は携帯とハンカチしか持ち歩かないからちょうどいいバッグの、うん、わかります、わかります。はい、もう最低限のものばっかりいや、はい、なので、はい、最低限は入るのでこれぐらいのバッグのサイズ感はいいかなと、持ち歩きやすいですね。はい、ふわっとしてるからタイトなボトムスの方がいいのかな。うん、私はそっちの方がおすすめです。うん、うん、私も
リブパンツで合わせてくれたんで、私はもうシンプルにデニムにしました。はい、こんな感じですね。これも可愛いな。可愛いですね。欲しくなる。